皆さん改めましてこんにちは、みおです。さて今回もおすすめ動画を3つピックアップしてご紹介していきたいと思います。フォーカスリポート、今回ご紹介するのはまず1つ目、今回初登場ですね、神奈川 TV からの1本、カフェダイニングキュート、こちらをご紹介です。そして2つ目は東京 TV からめちゃめちゃ派手な2人が行ってきてくれました、スターケバブのお店です。そして美和系 TV が3つ目、異なりえサマーフェスタ2010、この前私も行ってまいりました。この紹介動画が届いておりますので見てみてください。というわけで最初のリポート先にフォーカースイン。さてまず最初にご紹介するのは神奈川 TV からです。今回初登場ですね、茅ヶ崎駅から徒歩1分のところにあるそうです、カフェダイニングキュート。こちらの魅力は何といっても家庭料理なんだそうです。お店のお母さんが作った家庭料理、なんと15品目を使ったランチメニューが楽しめるそうで、なんか1日30品目は取った方がいいなんて言いますけれども、その半分がランチで補えてしまうということで、体に優しそうな美味しそうな料理がありました。夕ご飯の晩ご飯のメニューもあるそうですので、そちらもぜひね動画でチェックしてください。創業40年って言ってはりましたかね、ものすごく歴史のある、カフェでもあるそうですので、皆さんぜひこちら行ってみてくださいね。リポーター鉄井静子さんがリポートしてくれました。体に優しい家庭料理が味わいたいという方、ぜひ行ってみてください。それでは次のリポート先にフォーカスイン。さあというわけで続いては東京 TV からです。ものすごい派手な2人が行ってきてくれました。青いコスチュームのアスミンちゃん、そしてピンク色のコスチュームのサキッポちゃんということでびっくりしました。あのテンション、めっちゃテンション高いし、ものすごい楽しそうでしたね。なんといってもあの秋葉ならではのあの衣装、もう谷間、私谷間しか見てなかったっけ、いやそんなことないですよと置いときまして、今回行ってきてくれたのがスターケバブというお店で、ケバブのあの屋台みたいな感じのお店なんですよね。で、あのケバブってどんな料理みたいな感じで質問してくれてるんですけど、あのトルコ料理で、トルコの人にとってはなんかご飯みたいな感覚みたいですね。まあ、その辺についても詳しく触れてくれています。で今回はですね、でっかい なんて言ったかな、ビッグボーイっていうあのメニューがあって、それをガブってかぶりついてくれてたり、シシケバブもバクって食べてくれてたりして、どっちもめっちゃ美味しそうでした。あの秋葉を観光しながらケバブをパクパク食べるのもいいかもしれないですね。3店舗あるそうですので、見つけた際にはぜひお立ち寄りください。美味しいプレートメニューもありましたよ、ぜひチェックしてくださいね。というわけで、東京 TV からお届けしました。それでは次のリポート先にフォーカスイン。はい、続いてご紹介するのは美和系 TV からです。リポータージョー、そして美和っ子の2人が3人で行ってきてくれました。異なりえサマーフェスタ2010ということで、これ実は私もメインステージの MC として参加していました。でね、あのリポートの美和っ子の2人、本当は美和っ子って3人なんですけども、そのうちお一人ちょっと夏風邪でお休みということで残念でしたね。で、今回はですね、異なりえの様子を詳しくリポートしてくれてます。キングラスホッパーズにインタビューしたりとか、エコな商品をピックアップしてご紹介していますグリーンブースとか、あとはねイルミネーションの点灯式とか、そのイルミネーションの様子とか、花火なんかも上がってまして、ものすごい内容盛りだくさんな感じになってます。牛餃子も、あの安土信、信長牛餃子もものすごい美味しそうに食べてました。私もこの前食べてましたよね。ということで、今回の異なりえ行けへんかったわという方でも、この動画でじっくりね味わっていただきたいっていうのと、今回行けなかったけどこの動画を見て来年来ていただけたら私は嬉しいなと思います。あのね、滋賀県の片田舎のお祭りやろって思うでしょ、すごいですから本当に。あの音楽とコラボレーションした花火はものすごい感動しました。皆さん見なきゃ損ですよ、来年はぜひぜひ来てくださいね。ということで、お送りしてまいりましたフォーカスリポート、3本ピックアップしましたけれども、いかがだったでしょうか。この後はですね、一
一期一会のコーナーでタージャさんが登場してくれます。今回はなんだか賑やかな対談になりそうですね。皆さんぜひ楽しみにしていてください。フォーカスオリ